お疲れ様です。ただいま日赤病院から帰ってきて、片付けす買ったもん片付けてやっとゆっくりできます。病気、今回おふくろ のことをちょっと話そうと思って今動画回してます。なんか昨日一日体調が悪かったらしいんですよ、おふくろ。で、ヘルパーさんがいつも午前中だけ来てくれるんですけど、昨日はその体調が悪いってことで、なんかおかしいなって感じたんでしょうね。一日いてくれたそうなんですよ。で、夜になって体調が、体調がっていうか倒れて、おふくろが。で、それですぐ救急車呼んで、日赤病院の方に搬送されたっていうのが最初です。で、自分いつも携帯サイレントにしてるんですよ。要は仕事中ね、バイブにしててブルブルなんのも気持ち悪いんで、その流れでいつもサイレントにずっと365日ずっとしてるんですね。で、ヘルパーさんからの電話、あと姉貴からの電話で、姉貴の旦那さん、義理の兄貴の電話、全部気がつかなくて、で、夜10時前ぐらいかな、9時半ぐらいに最初ヘルパーさんに電話したんですよ、何かと思って。そしたら、今日赤病院にいると。で、今おふくろがこうこうこうでこういう状態だからって言われて、電話しましたってことを聞いたんですね。で、その後姉貴に折り返し電話したら、やっぱ姉貴も同じこと言って、で、今そっち向かってると。で、姉貴ん家から日赤病院までの道のりって途中に俺ん家があるんですよ。なんで途中俺を乗せてくれて、そのまま病院に行ったって感じですね。で、自分が着いて少し経ってからかな、手術が開始されて、で、ずーっともう何時間、何十時間だ、多分11時間ぐらい手術してたんですよね。で、その自分もほらバイパス手術するってね、言われて、一応それを拒んで、で、ね、結局、俺の場合は脳梗塞が本当に今良くなってる状態なんでいいんですけど、おふくろも年が年なんで、バイパス手術が、やっぱ大変だったらしいんですよ。それで、時間かかったっていうのが現状です。で、無事朝手術終わりまして、8時頃かな。で、医者と、あとナースさんと、なんかちっちゃな会議室みたいなところに呼ばれて、一応俺と姉貴が呼ばれて、手術の経緯話聞いてから、今後の治療方針とかを話しました。で、治療方針も何も自分では何もできないじゃないですか。だからもう全部お任せしますということで、だからなんか手術する時もやっぱ高齢者なんで、ちょっと危険だというので、なんか一筆書かなきゃいけないんですよね。で、自分らが来ないとヘルパーさんじゃ書けないから、それでなんか手術がちょっと遅れちゃったらしいんですよ、始まるのが。でもとりあえず無事終わってよ、安心しました。で、正直今ほとんど寝てない状態。一応その待合室の長い椅子、ロングシートにちょっと横になったっていう程度でも、足は伸ばせないし、もう背中がバッキバキですね今で。帰り、姉貴の旦那さんが民間企業で働いてて、で、姉貴が公務員なんですよ。で、姉貴は休みどうにでもなるんで、姉貴が一回旦那さんを、病院から旦那さんの会社が近いんで、一回会社まで送ってあげて、また姉貴が戻ってきて、で、自分を送ってもらうって形で帰ってきました。で、帰りに今日ほら猫活で城ヶ島行く予定だったじゃないですか。なんで食べるもんがなくて、
まあ、冷食はあるんですけどね、おそばに取っときたいから、サントラック、サントラックだったら生鮮も全部揃ってるし、家から近いから、あそこで全部買い出し済まして、今さっき帰ってきて、帰ったもん片付けて着替えて、やっと今って感じです。皆様温かいお言葉本当にありがとうございます。ボランティアの方もメールくれたりとか、まあ、急遽ね行けなくなっちゃったんで、昨日の夜車で病院まで向かってる最中、みんなに一応ね、ボランティアの人たちに連絡が取れる人たちだけ急いで連絡してって感じで、ちょっとバタバタしてて、そしたらなんかみんな温かい言葉、それで一応ほら今日ね城ヶ島行くってことになってるから、登録チャンネル登録してくださってる方もね、今日の動画楽しみにしてると思ったんで、急いでコミュニティに上げさせてもらいました。本当に皆様の温かいお言葉ありがとうございます。本当に嬉しかったです。なんか正直ね、今一人暮らしで娘からも連絡ね、娘との連絡も取れない状態で、なんか孤独感たまにあるんですけど、なんかみんなから温かい言葉いただいてすごい嬉しかったです。で、次回の猫活なんですけど、今日もともと天気が悪いっていう予想だったんで、一応予備日を作ったんですね。で、15日に一応行く予定です。ただお袋には悪いんですけど、今日がベストな日だったんですよね。なぜかというと、昨日が早番で体休めるじゃないですか。で、猫活の翌日が遅番なんですよ。結構ベストな日ってなかなかなくて、1ヶ月で。だから結構今日の猫活は楽しみにしたんですよね。そしたら天気もまあ朝方までは降ってましたけど、多分もうこの時間、城ヶ島、埼玉も雨止んで、晴れ間が出てきてるんで、ちょっとそれがね、残念だったかなって。で、昨日の段階で城ヶ島なんか雨が降ったり止んだりみたいな感じだったらしいんですよ、天気予報の見てると。で、やっぱ猫ちゃんたち、お腹空かしてるじゃないですか。雨だとね、ご飯くれる人がいないんで。なんで、ちょっとそこが気がかりになってるんですけど、まあ、15日は多分ね、行けると思うんですよね。次の休みが、そう、15日までね、休みないんですよ。ずっと連チャンで。で、その後、後半は創業祭があって、ちょっと休みも少ない状態なんですよね。なんか本来、連休って月の後半、自分の場合、パターンでくれるらしいんですけど、今回は創業祭ってこともあって、自分はほら前半取っちゃったんで、もう連休がないんですよ。だからちょっと、それがあれかなって。だからあとはもう夏休みは、梅雨明けにしてもらおうかなって思ってます。あ、それ上司に言っとかねえとな。ちょ、なんか今回ボーナスが、やっぱりね、4月入社ってことで、ボーナスは満額もらえないんで、期待できないから、泊まりで城ヶ島行く予定だったんですけど、ダメになりました。まあ、一応お袋の経緯は、病気はそんな感じです。本当に皆様ありがとうございました。では報告終わります。